消えちゃった。消えてもった。まあまあ、とりあえず、ここはもう目的のものは果たしたから、いいんでしょう。いいんでしょうやねんけどさ。いいんでしょうやねんけどさ。言っていい？非常に HP が心もとない、気のせいかな。HP がすごい不安になるぐらい。邪魔やな、これ。よいしょ。あ、ないんか。あ、ほうほうほうや、ほうほうほう。この中にある石板は古より伝わるもの。この島が風の魚、風の魚の夢の中にあると記しておる。はい。夢か、うつつかなど誰にも確かめることはできんじゃろう。宝の箱は開けてみなければ中身を知ることができんように、夢も起きてみるまでは夢とわからんものじゃ。本当のことを記すのは風の魚だけなのじゃよ。信じる道を行きなされ、いずれ答えは見えてこよう。ほうほう。ほう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 やけど。こいつら何なん？こいつら何かある？あ、特に何もない感じで。はい。じゃあ、スルーしていきましょう。スルーしていきましょうやけどさ。どうやっていってみましょうかね。は、つむ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 。つむて。下。ねえ、危ねえ、乗り越えた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 。よし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 。よし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 。オッケー。オッケー。で、この子邪魔やな。やった、やばい。やばい。ちょっと不安になってきた。穴掘りしようか。穴掘れるやん。はあ、あとやでーろやーい。痛い。危ない、死ぬ。はあ、あとやでーろやーい。ハート出えへんし。一回死んだ方が楽なんちゃうかなって思い始めてきたけど、まあまあそこは。お、出てきた。よっしゃ、逃げろ。よし、OK。こんだけやったら、こんだけやったらちょっと気持ち大丈夫や。OK。痛い。やばい、死ぬ。2回当たってもた。くそ。ですよね、ですよね、そっからですよね、ですよね。それずっこいない、ずっこない、ずっこない、ずっこない。ない、危ない、危ない。ずっこいて、まあ、道一個しかないんやで。うふう、めっちゃ邪魔。下行くか上行くか。そう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 。今思ったけどさ、こっちって何なの？リスキーを犯してまで行く方向の道なんかは知らんけど、行ってみようか。なんかあるぞ、見っけた。やったー、貝殻ゲット。こっちは何もないね。オッケー。あ、これピョンピョンできるんや。あ、痛い。
どっから？あ、こっから。ピカピカ光ってんな。あれ、なんなんだ。あの、これができるのはでかいぞ。だって動かせるってわかったよ。特に何もないかな。見逃してる可能性はあるんかもしれんけど。危ない。これ上なかったね。テクタイトは邪魔。テクタイト、テクタイト忘れたけど。多分これこっちやろ。あれ違うんか。道がないのよ。どういうこと？はっ、ないやないかい。マジでなくない？あそこ？あ、これや。気づかんかった。タイラン、やばい。やからややから。ちくしょう。あんなんずっこいよな。当たらへんところからトントコ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 投げやがって。当てられんし、くそー。あ、爆弾あったっけ。あとはワン、ヘイ。あー、回復できる、嬉しい。違う違う、そうちゃう。私が求めてたところはそこじゃないんや。嬉しいやけど。確かに嬉しいんやけどな。違うんだよな。これ下降りれる？降りれ、待って。こっちは？降りられへんや。じゃあどこ行くん？間違えた。どこ行くん？なんかあったっけ？あ、もう全然読んでなかった。あ、神殿っぽいのがあるってことだけ分かったけど、この上か行きたいな。でもそうやな。下か。お、なんだここ。動物の村にようこそ、ようこそ。あー、動物だ。こんにちは。はあ、この日にはやっぱあれだよな。あれ何を。誰もおらん、誰もおらん、誰もおらん。あ、おった、ウサギ。ヤーナ砂漠、南の方に入り口があるけど、あいつが道を塞いじゃっていけないかもな。あいつって誰だ？かわいい、かわいい、かわいい動物がいっぱいいる。ここなんかありますかね。とりあえず人ん家入ったら一回壺が割っとかないと。何もない。なんだ、しけてんな。ヤーナ砂漠ってなんだ？あ、ワニさんだ、ワニさん。ミーが有名な芸術、ん？ミーが有名な芸術家、シュール、ドナピッチザンス？
入り江の人形像もミーの自信作ざんす。実はあの像は訳ありで未完成なんざんす。ほほほー。ミーの芸術は難しすぎてあんたには無理ざんすね。どういうことよ。すげえバカにされた感。いやん。ああ。失礼しました。そういうことか。それは大変失礼いたしました。そうか、この人裸体なんだ、多分。モデルさんだね。いいなぁ。女性でも女性の裸ってまあまあ見ないよね。動物村とメーベの村は姉妹いて、っていうほどじゃないけどね。関係ないけど、メーベの村に夢の祠ってのがあるでしょ？ある確かな筋の話じゃが置いてあったりするんだってさ。ほんとかな？ありゃ、白ヤギさん的な？乙女の部屋を訪れる時のエチケットご存知ないの？お話くらいいただければお話しする気にもなるんですけど、そう、ハイビスカスが好きすぎですの、私の場合。ハイビスカス、はあ、はあ、ハイビスカスをどっかからいただけるんだな、じゃあ。これもあれだね、わらしべ的なあれだね。よいしょ。誰もいない。あれだな、動物村とさ、通常のあっちのさ村とさ簡単に行き来できるやつが欲しいな。こんにちは。最近怪物が増えちゃってメールの村に行けなくって。はあ、マリンちゃん元気かな。マリンちゃん、あ、ごめん。でかっ、クマさん。料理の材料が足りねえや、こっち来しよう。ハチミツがありゃべらぼうにうまくなるんだぜ。あ、ハチミツって絶対あのハチの巣のことだ。ハチの巣か、ハチの巣、ハチの巣か。これ多分落ちるよね。あれ、お、歩ける。ワープだー。いやー、ワープだ、ありがてー。ね、ハチの巣、これ右上だっけ、この上らへん。あ、違う、ここじゃない。どこだっけ。一回見に行ってみよう。あ、おーおー、いなかったじゃん、君いなかったじゃん。お、シンコいいもの持ってるだな。前蜂蜜分けてやるから、その棒切れ貸してくれてほし、貸してほしいだよ。いいよ。よし。ああ、あそこ洞窟あるよ。洞窟開いてるよ、開いてるよ、はい、開いてるよ。落ちた。よし、棒が蜂の巣になった。なんかよくわかんないけど、とりあえずもらっておこう。やったー、これはありがたい。危な、これはすごいわかりやすかったね。よし、帰ってきたー。なるほどね。棒切れが蜂の巣になるのか。蜂の巣持ってきたよ。どうぞ。へいほー、おめえさん、そいつは、ひょっとすると、なんて、蜂の巣って書いてんだろうね。じゃねえか。ちょうど蜂蜜切らしてたんだ。パイナップルと交換しよう。パイナップルと交換しねえか？いいよ。パイナップル？ほう。酸っぱいけど美味しい。美味しいけど酸っぱい。おうおう、嫌な砂漠は知ってるぜ。この村の南に入り口があるんだが、変な奴が道を塞いじゃってんだ。あいつは、一度、
一度寝ちまうとずーっと動かねえしな。そう、マリンちゃん連れてきな。あの子の歌で起こしちまえよ。びっくり飛び起きるぜ、きっと。へっへっへ。カビゴンでも寝てるのかな。な、せやんな。ニンテンドーやからカビゴンが寝ててもおかしくないわな。ところでどこに行ったらいいんだ、それは。あ、こっちか。この多分、パイナップルは、多分やけど、パパールに渡すんやろな。やな砂漠。あー、カビゴンじゃなくて、トドリドンみたいなやつが寝てた。トリトドン？何やったっけ？ポケモンでおるよな。かかんのか。マリン連れてこなかんのか、やっぱり。そっか。この外はなんかあるかな。あ、なんかあるよー。いや、買い物もしたいなー。爆弾もないんだなー。わーお。行けんこともないか。はっ！上か。じゃ、これこのままこう。あ、ちょ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 。あ、ちょ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 。はぁ、無理。はぁ、無理。それは無理。はぁ、無理言うてもた。それは無理やな。まだあれだな。持ってないアイテムが必要なんだな、これ。そういうことだな。マリンか。マリンのとこ行くか、じゃあ。マリン、マリン。マリン、マリン。ズスズス。タカタカタン。なんか噂によると盗めるらしいね。盗んだらこのニコニコ天使すげえキレてる顔になるんでしょ。弟が言ってた情報やけど。あれ？あれ？マリンは？マリン知らない？マリンはいつも砂浜、ん？いつもの砂浜へ行って一人で海を見てるんだ。なんでかな？オイラも子供だからわかんないや。あれ？マリン？砂浜、いつもの砂浜ってどこだろう？なんか手紙みたいなのあったけど。浜辺に行ってます、マリン。マジか。マジか。これ移動に使いやすいよね、でも。いたいた。アラシンク、ここはよくわかったわね。少し私とお話ししない？いいよ。めっちゃいい風景や。カラーじゃないのがちょっと残念なところやけど。このヤシの実は一体どこから来るのかな。海の向こうには何もないってタリンは言ってたけども、きっと何かがあるって私信じてるの。シンクを見つけた時私ドキドキしたわ。この人は海の向こうから何かを告げに来たんだって。私がカモメだったらずっと遠くへ飛んでいくのに、いろんなところへ行っていろんな人たちと歌うの。風の魚に祈れば私の願い叶うのかしら。ねえシンク、ちゃんと聞いてる？いや、うん、うん、これ全然でした。どうなんだよ、全然。もう上の空なんだから今度はちゃんと聞いてね。やべえ。あー、これ、そうだ。マジか。このヤシの実は一体どこから来るのかな。海の向こうは何もないってタリンは言ってたけれど、きっと何かあるって私信じてるの。シンクを見つけたとき、私ドキドキしたわ。この人は海の向こうから何かを告げに来たんだって。
これ何回も言い得てしたらどうなるんだろう。ちょっとやりたくなってきたな。私がカモメだったらずっと遠くへ飛んでいくのに、いろんなところへ行っていろんな人たちと歌うの。風の魚に祈れば私の願い叶うかしら。ねえシンク、ちゃんと聞いてる？もう一回やりたいな。もう一回だけやりたいな。もう一回だけやっていい？もう一回だけ、全然。あ、よかったよかったよかった。もう上の空なんだから。ちゃんと聞いてね。やっぱそうなんだ。無限ループって怖いね。ちゃんと次はうんって言おう。はいはい、弾いてます。いつかシンクのふるさとに行ってみたいな、なんてね。え、セイウチさんが？いいわ、一緒に行く。え、アイテム？やった、マリンをお借りした。チャンス、どういうこと？あ、すげえ！やった、パーティーになった。何覚えさせれる？なんなんな、何覚えさせれる？回復とか覚えさせれる？大丈夫？連れて行こうか。せいうちさん、こっちから行って危ないねんな。すごいな、ついてこらんねんな。足速っ。入ってないのにな。た。はいはい。オッケー。じゃあ1個下やった。でてるるるんと、でてててれん、てれんてれん、いくよん。楽だなこれ、この移動楽だな。よし、行くぞ。嬉しそう、かわいい。みんなマリンちゃん好きなんだね。あ、マリンちゃんだ。あ、この人はどうでもいいな。はい、そうか。クマさんはなんて言うんだろう。クマさんの反応も見たい。はい、おー、マリンちゃんいらっしゃい。おっと、いけね、あんたもいたのか、すまんすまん。どういうこと？失礼だぞ。失礼だぞ。失礼だぞ。私が連れてきたんだぞ。やめとけ。連れてきたよ。あら、いけないの、セイウチさん。ん？あら、いけないセイウチさんね。ちょっとびっくりさせちゃおうかしら。やめとこう、やめとこう。そうね、かわいそうだからそっと寝かせてあげよう。おー、起こしてくれ、ごめん。起こしてくれ、起こしてくれ。起こしてくれ、すまん、起こしてくれ。くそ。起きた。めっちゃルンルンや。めっちゃルンルンや。すげえ。シャゲダンするやん。あ、落ちてた。寝起きのいい子ね。寝起きいい子ねじゃない。あれ、私を呼んでる、きっといつもなれね。ふふふ。私、動物村へ行ってるわ。シンクもきっと寄ってね。はいはい、寄らんけどな。はぁ、怖っ。え、怖いんだが。
なんあれちょ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 待って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 マリオにいそうなやつおんねんけど、何やったっけ何やったっけスピンジャンプとか知らんぞ、スピンジャンプとか知らんぞ。いや一回一回じゃあよあ歌ってる、うっとり歌に聞こえている、すげえ、あれこんなんおったっけ、あ、シンク、私ね、よくこの村に歌いに来てるの。みんな風の魚の歌が一番のお気に入りみたいね。シンクは何が好きなのかしら。ここは変わらずやねんな。すげえ。すげえ、一瞬、一瞬格好が変わるんや。入ったら、入ったら服着るんや、ほら。ほら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 。すげえ。まあ、そんなことはどうでもええんやけどな。あ、みんなおらんなった。みんなおらんなったよ。みんなおらんなった。マジか。オイラはオイラの夢はメメの村にチェーン店を出すことなんだ。へえ、できそうじゃない？